天真爛漫、純真無垢で良かれと思って大失敗、すました顔してボケかます、弾ける笑顔にめげない性格、その名は世界の眞子さま。暑さ寒さに関係なく何かと騒がしい奥様、眞子さま大活躍のコーナーです。はい。それでは今日の眞子さま行きたいと思いますね。まずは北区の竹坊。今年の俺のボーナスも振り込まれたはずだけども、どうやってどういうふうに使うんだと眞子さまに聞くと、あなたに聞かれると思ってね、実家に帰省するときの旅費に3割、住宅ローンに3割、貯金に2割の、3対3対2の割合で使おうと前もって決めておいたのよ、と答えていました。残りの2割はどうなってたよ。練馬区のパンプキン。テーブルの上に空になったプリンの容器に見たことのない観葉植物が入っていたので、何この植物と聞くと、ああ、根性ちゃん。根性ちゃんのこと、冷蔵庫の横に転がっていたさつまいもから芽が出て育っちゃったのよ、と言った眞子さま。転がってるのに気づけよ。芽が出るまでほっとくなよ。名前つけるなよ、根性ちゃん。渋谷区のいつも大ジョッキ。ん？少し太った？と眞子さまに聞いたら、あのね、今日は襟なしの T シャツだから二重顎が目立って太って見えるだけ、と言った眞子さま。二重顎が目立つなら太ってんじゃないのか。だよね。杉並区の早くも夏バテ。デパートに行った時、中のショップの前に綺麗な七夕飾りがあり、そこで自撮りをしようと、携帯を構え、七夕と言って笑顔を作っていた眞子さま。そこはチーズだろう。練馬区のカレーパン。眞子さまが、ああ、暑い。いいわよね。若い子はへそを出して歩いていて。私もね、若ければへそを出して歩くのに。腹は出てるのにな。なんだとてめえ。急に怖い顔になった、眞子さん。松山市の黒金の城。デート経験がない若い人が4割と聞いた眞子さま。言ってくれたら私がしてあげるのに。そうじゃない。世田谷区の阿部。氷いちごを食べるたびに眞子さまに、ねえねえねえ、見て見て見て、と舌を見せられます。もう38ですよ。何考えてんだ。赤くなるんだよな。品川区の水シャワー。うちの眞子さまが車を運転していて、人生って旅よね、と言ったときは、大抵迷子になっている時です。千葉市のヘレンマ城。横になりポテトを食べながらテレビを見ている眞子さまに、横になって食べてると牛になるぞ、と言うと眞子さま、じゃあ豚が牛になる瞬間を動画で撮って YouTube にあげようかしら。ね、撮って撮って、誰が豚なのよ。乗りツッコミ多いな今日。盛岡市の口笛馬子。最近疲れが溜まってる様子の眞子さまの発言。ねえねえ、私の耳鳴り聞こえる？ちょっとほら、うるさくない？ちょっと耳近づけて聞いてみてね。聞こえる？耳鳴り。聞こえねえよ。聞こえるわけない。耳近づけてちょっとね。杉並区のブンブンハーツ。眞子さまと居酒屋にいると、南こうせつの神田川が流れたら、一緒に口ずさんでいた。あなたが書いた横丁の風呂や、一番と二番を混ぜて歌うな。こうやって、射精してんの。風呂屋の。青梅市の愛犬武蔵。眞子さまがショッピングモールで下着を買うというので、店の外で待っていると、店先にブラジャーを胸に当てて、口パクで、これどう？オッケーって、オッケーと目を見開いている眞子さまが現れました。恥ずかしいよ。想像したら。オッケーも出しづらいですよね。ね、そりゃみんな見るよ、通る人は。これね、はい、オッケー。
真子さんはショッピングモールで下ショッピングモールだからね、下着を買うというので店の外で待っていると、店先にブラジャーを胸に当て口パクでこれどう、オッケーオッケーと目を見開いている、目見開いてんだよ。真子様が現れました。恥ずかしいやそりゃ。いやもうなんか結構いっぱいあるの、うん、なやっぱなんだとてめえがまずやったね、最初の2つあったんだよ、のりちゃん最初の方、最初の方になんだとてめえがあって、あこれじゃないね、これだ。マコ様が、あー暑い、いいわよね、若い子はへそ出して歩いていて、私も若ければへそ出して歩くのに腹は出てんのにななんだとてめえのりつくみ2つ、このノリツッコミあれでしたっけ、これね、豚豚これね、横になりポテトを食べながらテレビを見ているマコ様に、横になって食べてると牛になるぞって言うと、マコ様が、じゃあ豚が牛になる瞬間をさ動画で撮って YouTube に上げようかしら、誰が豚なのよ。さすがに優秀作品には可愛いデザインの福之助をプレゼント。